アネゴは2005年4月20日から6月22日まで毎週水曜日22時22時54分に日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマ主演は篠原良子2005年12月28日には連続ドラマの総集編を含めて半年後を描いたスペシャルドラマアネゴアネゴスペシャルが放送された原作は 林真理子の同名小説。30代の独身美人 OL を主人公に仕事、恋愛、結婚など悩みを抱えながら生きる女性たちの生き方を描いている。ドラマでは主人公野田直子とイケメン新入社員黒沢明彦の心の声をテロップ表記していたり、テンポの良いストーリー展開が好評であった。平均視聴率は15.7%。 最高視聴率は最終回の17.5%を記録した。連続ドラマ放送終了後に公式サイトに続編希望の声が殺到したため2005年12月28日21時23時9分にスペシャルドラマが放送された。第45回ザテレビジョンドラマアカデミー賞で主演の篠原良子は心の声とマッチした表情や嫌味のない自然体な。 猫を見事に演じ、読者票、審査員票、t v b 記者票すべてで1位を獲得し、主演女優賞を受賞した。また、黒沢役の赤西陣は微妙な表情の変化を、視線の動きで見せるなど繊細な演技が評価され、読者票で1位に選ばれた。日本テレビでは2006年4月27日の5月15日まで、再放送枠、D p a パラダイス。 2007年11月1日から11月12日まで再放送枠ドラバラゾーンにて再放送された。ありがとうございます。